あとはね、個人的におすすめな商品というのをいくつか紹介して終わります。でね、まず1個目、サラダ買う方多いと思いますけれども、この時期ね、サラダ買うんだったらローストビーフサラダがおすすめです。ローストビーフサラダ、この時期ならではの商品で、今年の分はね食べてないんですけれども、見た感じ調子良さそうだったんで、去年買ってレビューしてるんですけれども、これ美味しかったです。はい、サラダってサブ的な存在ですけど、ローストビーフがトッピングされてるとやっぱクリスマス感っていうのが出ますし、メインディッシュにローストビーフを持ってこようとするとお肉の量が結構いるじゃないですか。なので予算もその分上がっちゃいますんで、サラダでもローストビーフがねちょこちょこっと乗ってたら、まあそれなりに満足できますんで、コスト的な面でもいいのかなと思います。予算が無限に使える場合は別ですけど、だいたい予算決まってると思いますんで、はい、あとはハイローラーとか冷蔵食品、加工食品でもローストビーフっていうのがありますんで、ああいうのを買っておくと仕込みが0秒でね、すぐ食べることができるんで便利です。次はチキンですね。チキンといえばロティサリーチキンっていう風な感じになると思うんですが、間違いなくコスパはいいんですけど、まあそこまで狙っていかなくてもいいんじゃないかなと毎年思います。毎年ね、チキンの売り場のところに行列ができてて、整理券が配られてたりするんですけど、まあ、焼きたて熱々だったら美味しいんですけど、冷えたら美味しくなくなるし、食べきれない分次の日にね持ち越すと思うんですけど、やっぱね味落ちますんで、個人的にはあんまりロティサリーチキンが選択肢に入ることはないですね。ただハニーグレーズチキンっていう幻の商品があるんですけれども、それは別ですね。鶏もも肉が5本入ってて、ハニーマスタードソース使ってこう食べるんですけれども、これがね美味しいんですよね。鶏の丸焼きってね、こう解体しながら食べるんですけど、あれが結構めんどくさくて、それも好きじゃない理由の一つなんですけれども、このハニーグレーズチキンはもも肉だけでね、もうすでに切り出してあるんで、こうやってすぐ食べやすいんで、はい。ただこの週末から25日ぐらいまでにこの商品が販売されるかっていうと、可能性はねもう未知数、ひょっとしたらねない可能性の方が高いです。幻なんで。ちなみに今日見てきたんですけど、なかったです。はい、なのでない前提で、あったらラッキーぐらいの感じで売り場の方チェックしてみてください。次はピザですね。ピザもね結構買う人多いかと思うんですけれども、ピザ買うならデリのピザよりもフードコートのピザがおすすめです。まあ、中でもねマルゲリータピザが一番好きですね。同じピザなんですけど、ピザ生地の質が全然違くて、デリのピザって厚みがあって食パンみたいな食感でね、ふかふかっとしたなんかね、ピザトースト食べてるような感じで、あんまりピザっぽくないなっていうのが、まあ、正直な感想で、デリのピザってかなり大きいんで、一度にね、まあ、焼ききれないんですよね。なので切る手間もありますし、生地とチーズに火が入ってないんで加熱調理の時間も長いと。はい、フードコートのピザだったらホールで注文すると焼きたてをこうゲットできますんで、まあ、それをね家に持ち帰って食べると。で、持ち帰って家で食べようとすると、時間がかかると、やっぱ温度がね、下がってぬるくなるんですけど、トースターで温めるとめちゃくちゃ美味しくなりますんで、で、フードコートのピザをベースにチーズとかウインナーとかベーコンとかプルコギとかシーフードミックスとかコーンとかね、いろいろお好みの具材をぶわっとトッピングして、それで焼き直すと、一段階上のね、豪華なピザが完成しますんで、でしかも焼き直す時間もトースターに数分入れたらチーズがまたボコ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 言ってトロッとなりますんで、再調理する時間もかなり短くて済みます。はい、でフードコートのピザはね、余ってもラップに包んで冷凍して食べるときにまた焼き直すっていうパターンが使えますんで、その後のことも考えてもいろいろ調子いいんじゃないかなと思います。で、ね、最後ケーキなんですけど、ベーカリーのスイーツ系のコーナーですね。ラインナップはホリデーシフォンケーキ、タキシードケーキ、アップル&ブラックカラントタルト、チーズタルト、ティラミス、あとハーフシードケーキ、はい、この6種類かなが売ってました。この中で一番おすすめなのはタキシードケーキです。ストロベリートライフルがあればそちらもおすすめだったんですけど、おそらくね、今日ないってことは明日もないんだろうなと思いますんで、まあ、クリスマス期間ということで商品削ってるんじゃないかなと、
はい、今年の分のクリスマスケーキとタキシードケーキをもうどちらもね食べてみた感想なんですけど、この2つどっちかっていうことになるとやっぱタキシードケーキの方が好きだなと。はい、もともとねチョコレートケーキの方が好きっていうのもあるんですけど、今年のクリスマスケーキでいちごの量が結構ね例年よりも少なくて、クリームの割合がめちゃくちゃ多いんですよね。なのでわクリームすごっていう風なバランスになるし、であとはシフォンケーキがベースになってて高さがかなりあって、カットする作業がね結構難しいですし、食べきれない分の保管っていうのも考えるとちょっと難しいなっていうところがありまして、で量も 1.4 キロくらいありましたんでかなり多かったです。タキシードケーキもですね、製造日含めて4日間くらいありますんで、この週末の買い出しで買っといたとしても、半分ぐらいもう先に冷凍保存に回しておいて、残った半分を徐々に食べていくみたいなことをやっていけば、ちょうどいい感じで食べきれるんじゃないかなと思います。コストコの食品ってコスパはいいんですけど、量がやっぱりね、多いんですよね。本当10人20人とかで人数がかなりいないとドンピシャで食べきることっていうのができないので、クリスマス仕様のものとかやっぱ見た目もいいですし、いいなって思うところあると思うんですが、もしねいろいろ購入するものがあったとしても保存しやすいとかシェアしやすいとかそういった基準もちょっと選ぶ条件に入れておくといいんじゃないかなと思います。ということで、このクリスマスのおすすめ商品についてでした。今ね午前9時10分ぐらいなんですけど、もうシャッター開いてますね。で、行列はゼロです。行ってきます。本日12月23日でございます。朝一ねパトロールしてきたんですけれども、23日の到着したのが9時10分ぐらいで、その時点でコストコの方開いてまして、9時にはオープンしてたみたいです。なのでおそらくね明日24日クリスマスイブも、9時には開いてるんじゃないかなとは思いますけど、はい、言うても今日はゴリゴリの平日なんで、普通の土日の朝よりも少ないような感じで、平日の10時オープンの時のお客さん多いような感じでしたね。はい、なので朝一で行った人はかなり買い物しやすかったんじゃないかなと思います。で、店内ぐるっと一周してきまして、いろいろね商品の方見てきたんですけど、冷蔵食品のローストビーフですね、黒なんとか仕込みローストビーフみたいなやつなんですけど、それがもう売り切れてましたね。ローストビーフはこの間紹介したバルナバフーズのやつですね。ここリンク出しておきますけど、もうそれしか売ってなかったです。まだクリスマスはね、明日、明後日のことなんですけど、もう売り場の一角には、正月用の商品、おせちとかで食べるようなやつの業務用サイズのものがポンと、もう一角作ってありまして。で、あとは、お寿司ですね。お寿司で6480円の特選盛りの強いやつが出てました。46貫で6480円で、ファミリー盛りは、一番安いやつと、この間食べた特選盛り50貫と、さらに1個強いやつが出てました。本マグロとタイと、何やったかな、アナゴとエビと、カズノコのやつとカニとか、あとアワビか。アワビも、握りになってたやつで、なんか今まで見たことない高級路線のものが出ておりましたので、それがちょっと気になったんですけれども、僕エビとカニ食べたらもう一発で死んじゃうんで、誰かもし食べられた方は感想をコメントの方に残していただけたらなと思います。もしかしたらね正月買えるかもしれませんので、その時はねなんとか紹介したいなとは思うんですけれども、
はい、前半部分でねお寿司についてちょっと触れてなかったんですけれども、お寿司もねおすすめなので、うん、何をメインディッシュに持ってくるかによってもうコストコで買うものっていうのがもう全然変わってくると思いますんで、まあ、何が正解っていうのはないと思うんですけれども、人数がね10人20人ぐらいいたら全部コストコの食品でね揃えてもいいかと思うんですけれども、普通の 4,5 人の家族で食べるっていうんだったら、まあ1品か2品コストコのやつで、まあ、揃えておいてみたいな、まあ、それでお寿司が食べたいのか、ピザが食べたいのか、ステーキが食べたいのかとか、あとはねチキンが食べたいのかっていうところですね。はい、まあ朝一だったらチキンの丸焼きも結構ねすんなり買えると思います。売り場には満タン置いてあったし、あの奥の丸焼きをしてるのも全部なんか動いてました。で、明日の朝行けるかわかんないんですけど、嫁の実家の方でクリスマスパーティーをするらしくて、僕は一回こそこに買い出しに行かないといけないっぽいんで、まあその時にいろいろまた様子をチェックしてこようかなと思います。はい、今日の朝の段階ではお客さん少なかったんですけど、明日はさすがに今日よりも多いんじゃないかなと思います。うん、で今回の動画ではピンポイントで商品あんまり紹介できてないので、概要欄の方にですね、あのこれまで紹介したものでクリスマス買ったらいいんじゃないのかなって個人的におすすめなものありますので、もし気になるものがあれば概要欄のねリンクの方から動画見てみてください。はい、ということで今回の動画は以上でございます。こんな感じでねコスコ関連の動画作ってますので、もし興味持っていただけましたらチャンネルの方フォローしていただければなと思います。このね画面の下にチャンネル登録ボタンありますので、そこタップしていただければなと。はい、ということで現場からは以上です。